川の中から参上。はい、川の中から出てきたこの主人公、なんだっけ名前わからないけど、はい、こんにちは。今回も左翼ブレイク実況プレイやっていきます。もうちょっといい感じにさ、こうなんか最初ね、もうちょっといい感じに挨拶するつもりだったんですけど、ちょっとねミスりましたね。はい、これ何の弾でしょうか。とりあえずランタン持ってるか。オッケーオッケー。はい、ってことでね、チャプター3をやっていきますね。え、なになになに、なんか声してる声してる。ここを上がっていきたいんですけど、ここにねゾンビの死体があるので燃やすと、はい、燃えてください。ここ燃やす動作に何の意味があるのかなと思うんですけどねちょっとだけ足止めしたいのかなって感じの作戦なのかなと思って。はい、来ました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 、やっと。はい、ここです。はあ、来てしまったか。クソ、マジでクソ、ほんまにクソですよここちょっと待って、どこ行けばいいのかなこれ。おっと、自動ドアになっているのかな、ここの木のドアは。不思議だな本当にね。ちょっと音量下げておきますね、自分の。怖すぎるんで、ほぼ最小ぐらいでやってるからお前ホラーやんなって感じなんだけどね、本当に自分でやってと思います。お、手榴弾。あ、100年前の手榴弾ってこんなんなんだ。使うのかな手榴弾って。ちょっと探索しますね先。やばい、もう何マジで、もう性格悪い本当に。そう、ここのステージは今みたいな爆弾が量産出てくるので。お、誰の声だ、科学者の声か。ちょっと待って、先にこっち見ますね。隠れれるんですね、なるほど。何箇所か隠れれる場所があるっていう、まあサイコブレイクはそういうのがあるんで。誰だ、撃たないでくれ。これあれですね、私は奴らではない、一番最初に助けたやつですね。事故の前、救急車に、みんな覚えてるかな。そうそうそう、救急車に乗ってたやつだ。他に誰か見たか。患者のレスリーをこの先へ逃げてしまったのだが、病院病院ってね叫びながら逃げてたからね、レスリー君は。こいつよくここまで来れたな本当に。てかねえ、え、消え、あー、びっくりした。お前も瞬間移動を使うのかと思ったぞ。あれを見たまえ。どれだ、見えるか、奴らだ。ここまでずっと追われてきたゾンビに包丁はダメだよな。うん、まるで鬼に金棒って。あー、レスリーあっち。なんでレスリー殺されへんのかな。銃で突破するには数が多いな。いや、そう、銃持っとっても無理やのにさ。はい、その音に僕がなるね。はい断れよお前、断ってもいいと思うぞ別に。はい、ここからです。やばいのは、みんなも準備できたかな。こっからガチで僕も戦闘するから。今あれを操作して通れるようにしてくれ。これね、はい。もうちょっとさ、なんかもう俺今から命がけでねこう戦うんだから、もうちょっとなんかいい感じでさ頼んでほしいよね。こっちだ、おい、どっちだ、おい、こっちだこのおっさんが、え、このおっさんが音になってんの。大丈夫か、あのじいさん。絶対大丈夫じゃないだろう。助けに行かなくて大丈夫かな。絶対行かないけどね僕。もうそっと開けようよ。あ、来ますね、くるくるくる。ちょっと待って、マジで無理なんだけど。うわうわ、ちょっと待って。ああ、いよー、よいしょ。いきなりねいきなりやられるっていうね、これ無理ですよねマジで。
もうこれほら、もう絶対無理じゃん、もうマジで。やめて。いや、殺し方が訓練されてるね。こいつにさっき殺されたから俺。よいしょ。ちょ待って、ダブルで来るのはやめて。よし、逃げようか。あ、これ結構逃げれるやつだね。マジで余裕だ。あ、めっちゃ余裕。おお、そうそうそう。逃げれてるっていう奇跡。なんで開けれないんだそこ。まずい、隠れないと。じゃ、銃撃ってきてんじゃん、あのゾンビ。そんなゾンビいないだろ普通。なに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 、ね、いきなり起き上がるやつ。ちょっとマジで怖い。痛い痛い痛い。なになになんで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 そんな罠が。じゃどうすればいいんだこれは。どつけてても怖いな。ちょ待って、マジでマグナムじゃんお前。マジで言ってる。ダメダメダメ、ちょっと待ってよ。はい、爆弾爆弾爆弾解除します。オッケーオッケー、任せろ。ここ、あ、危ねえ。めっちゃ幸せそうな音してるぞ。セーブできるとこですね。聞こえる？みんなこれめっちゃわずかに、ほらこの幸せそうな音。よし来た。これで死んだらマジでシャレなんないからね。敵に気づかれないように。まあ、チケット、うわーここか。セーブできるのかな。別にする気ないけど。あ、できないねこれ。いけないじゃん。逆にこれこれさ、鏡の機能果たしてないよなこれ。元々の機能なくなってるよ。自分映ってないし。そーっといきますけど。おい、そーっと。なんで蹴るんだよお前。おー、自殺してるじゃん。やばいやばいやばい、こいつが厄介だから。ちょっと待って。よし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 、痛い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 。注射打って、早く開けて。でここ槍振らして。でなんか落ちてる。瓶はいらない、瓶はいらないから。よし、はい、死んでくれ死んでくれ頼む。よし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 、マジで怖いマジで怖い。なんか落ちてる。めっちゃ来てるじゃん。もう無理マジで。そんなに来たら弾がねえ。ちょ待って待って待って、どうするどうする。お、なんかあるぞ。おお、あー、そうだそうだ、これゲットできるんだ、クロスボウ。今は使わないけどね、使えないけど。ナイス弾。ダンスしてんじゃんこいつ。オッケー、はい。生きてても燃えるんだったらさ、最初からマッチでっていうのはなしなのかな。はい、2階にいます。今2階にいます僕。こっちは何もないから。あ、これがショットガンの弾なんですよ。先にネタバラシして、あー、そうそう、これこれこれ。よしよし、ここでねショットガンをゲットできるんでラッキーって感じで。よし、オッケーですね。ショットガンもゲットして、なんか棒ガンもゲットしたんで結構いい感じにスムーズです。よしよしよし、何の弾かはわからないけど、こっちは何もないかな。そーっとね。なに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 、
あーこいつか。開いたのか、早くしてくれ。待ってよ、なんならあんたがやってもいいんだぞ。ほんまそれ、メガルキ、あーこれね。レスリーを見つけなければ、彼の身に何かが起きる前に。実験番号04、被験者番号04から13。てかそんな流したらさゾンビ寄ってくるんだけど。意識の急速な低下が見られた。彼らの精神は腐った肉の混合物のように混ざり合っていった。彼らの恐怖がなくなる前に私自身を接続しなければ。どういうことだ、ちょっと待って、今必死すぎて内容が全く入ってない状態です僕。なんで皆さんで、はい考えてください。すいません、マジでこれもうさ、ストーリーとかもう考えてる暇ないよね。あこれなんだ、あや、やかな、さっきあったっけこんな。よしよしよし、あんま敵いないぞ。こっからだね、ここで死んだらまた最初からなんで、そーっと行こう。オープンして、そうそう、ここにねなんかボスみたいなやつがいるんですよ。チェーンソー持ってるのかな確か。これとりあえず解除、よしよしよし。敵いないな、なんで敵いないんだ。これどこ撃ったらいいんだっけ、これ撃つよ。あ何にもならない、ゾンビいないのはいいんだけど、ゾンビいなかったら弾がね補充できないんで。え、ちょっと待って、マジでなんでゾンビいないんだ、不気味すぎて怖いんだけど。いや、いいことなんだけどねできれば一生出てきてほしくない。あ、そうそう、これ撃つんだ多分。ん、てかさ、ここでさ、ちょっと待って、めっちゃいいこと考えたわ今。ここで手榴弾投げ込む、ほら、だってこれやばくないか、これ。いくよ、いくよ。よいしょ、どう？どうだ？ちょ、待って待って待って、もう一発、もう一発。生きてるね。あ、いきなり来たわ。これで多分ゾンビめっちゃ来ると思う。いや、やばい、怖いな、マジで。ここまで来たから。だいぶ食らってるはずなんだけどね。いや、めっちゃ来てるじゃん、他のやつらも。うわ、登ってくるんだお前。待て待て、ちょ待って待って、やばい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 、逃げ、リロードリロード、はぁ死なない、ちょっと待って、やばい、上のやつ使ってみるか、やばい、爆発する、え、何、おお死んだなんなんだお前今のビーズみたいなやつ。いや、いやめっちゃあっけなくさ見えたと思うけど、みんなちょっと待って、ちょっと言わしてね、めっちゃあっけなく、めっちゃこう、うわこいつめっちゃ話盛り上げてて雑魚じゃんと思っただろうけど、めっちゃこう作戦考えてやってたから先に手榴弾投げとくのはマジで大きかったと思う。いやマジで、いや楽しいな、でもなんかいい感じに弱い方がいいね、やっぱり。そう、いや本当に、いや本当に強いんですよ、あの今のやつ。まあそれ以上に僕がね強い。なんであのボス死んだら周りのやつも消えるのかな、どういうつながりなんだろうね。あ、なんか書いてあるぞ。あ、見れる、あいつが見ている、逃げられない、ストーカー、マジで
ストーカーは怖いよね。よっしゃ、とりあえずさっきのレスリーだったっけ、レスリー探してるおっさんのとこに行けばいいのかな。あ、これ引けばいいのか。あ、なるほど、これをチェーンソーで。ほうほうほう、なるほどね。そんな音立てて大丈夫か。全く切れてないぞ今。全然切れてなかったのにね、途中まで。あら不思議って感じ。はい、え、あれ、これおっさん、あー、来た来た。待て、あー、おまわりさん、一緒に連れて行ってくれ。刑事の、いや、カステヤノス、絶対に来ないで。絶対に見つけなければいけない。僕一人が好きだから本当に自動式だな、あとは。はい、ということでチャプター3、いや、めっちゃスムーズにクリアできてましたね。いや、これはもう自分のね、やっぱプレイングなんで、いや、もっと楽しませるべきですよね、普通まあそんな余裕もないぐらいね、本当チャプター3はマジで本気で言ってたんで。この見てください、この後ろの仮面かぶったやつ、こいつヘッドショットできないんでね、最初何発か打たないとっていうやつがマジで10体ぐらい多分普通だったら来るんですけど、まあなんかいい感じにね進めたんで良かったと思います。はい、まあ、チャプター4からはね結構初見になってくるってか、もう、ほとんどがもう初見になるので、はい、まあまたそっちもね見てくれたら嬉しいです。はい、では今回はこんな感じで終わりたいと思います。次回もまたお願いします。バイバイ。